ではオープニングから始めていきます。はい、お願いします。今夜もよろしくお願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかバタついてません？ちょっとボリュームが大きすぎましたね。ああ。音割れてるかもしれない。調整はよろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、なんかめちゃくちゃ暑くないですか最近？そうですね、やばいぐらい。もう、まあ、でも夜はちょっとまだカラッとしてるので、はい、僕夜の人間なんで。あ、確かに。そっか、そこまでなんかあみたいな感じじゃないですね。私も昼間めっちゃ動いてるので、はい、もう車の中がもう灼熱地獄みたいな感じなんですよ。だからもう勘弁してくれみたいな。確かに日差し強いですもんね。強いし、もう移動するにももうクーラーなかなか効いてくれないし、うん、効いたと思ったらすぐエンジン消さなきゃいけないっていうお仕事なので、うん、あーもうこの夏本当に家じゃなくて車で熱中症ならんかなって思うぐらいですよ。そうですね、もう首元クーラーとかなんかそういうのやっぱ、あ、なんかねありますね。今は水冷ベストとか、あんなの一着あった方がいいかもしれないですね。ですね。では、番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれsachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントはFM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで早速ツイキャスの方が来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。名古屋のダンサーズさん、お疲れ様でございます。お疲れ様です。お疲れ様です。来週の月曜日の最高気温予想が39度。やばい、これはやばい。39度はやばいですよ。やばいですよ。僕も一回京都で37度を経験したことあります。お、私夏場内地に行ったことがなくて、はい、どんな暑さなのかちょっと体験したいなっていうのはあるんですけど、めっちゃ不思議ですよ。沖縄みたいに日差しは痛くないのにめっちゃ暑いです。あー、なんかそういうの一番苦手。影とか入っても暑いです。やだやだそれはい、では、早速、一曲いきたいと思います。はい、お願いします。テーマが、テーマに沿ったちょっと曲を流したいと思います。誰だったっけ？一瞬忘れるっていうね、いつものパターン。ちょっと待ってくださいね。あれ？なんでどこ行った？ちょっと待ってくださいよ。僕がお答えしましょうか。あ、いいですよ。その方が早いかも。今日は僕がご案内しますね。お願いします。ダオコと米津玄師で打ち上げ花火。もう何が何だかよく分かってない。明日行きたかったな、マジで。でもあれですよね。なんだっけ。9月にありますよね。安室の。あ、花火ですか。花火が。多分また今年は、もう今年こそはあるんじゃないですか。あると思いますよ。9月の16とかそのぐらいだったと思うので、台風が来なければ。そうなんですね。ラストらしいので、安室のやつが。じゃ今年の最後の花火は9月かな、ではないか。那覇祭りも花火ありましたっけ。多分
うん、那覇祭り、那覇祭りもありそうですね。うん、ある。前頭さんも結構綺麗ですね。うんうんうん、綺麗綺麗綺麗。あれはあのレーザーと一緒なんで、はい、ちなみにあの前頭 A さんはあの僕特等席で撮影したことあるんですけど、あのその日巡回しないといけないんで、あらららら、見回りしないといけないんで、いや近くの青少年センターで集まってるんですよ。ああなるほど。そしたらその時屋上で、撮影が可能だったので。いいな。でも今年一応旦那と行くことにはなってるんですけど、はい、どうなることやら。スタンドでは見ないみたいな話してる。お金がくるからそうですね、スタンドは結構かかりますからね。そうかかるんですよ。今年3000円とか SS 席が4000円とか言ってたかな。僕売る方でしたからね。え売る方、売る方でしたからね。売るって言っても自分で買ってくださいっていうのじゃなくて、うんうん、ZWさんですね、はい、どうぞこちらの券売機で購入して、あ、お手しましょうねっていう。はいはいはい。沖縄大好きさんも来ましたね。いや、3回、確かに3回来てた。沖縄大好きさん、お、すげえ。これ前頭？前頭の花火を。すげえすげえ。あの青少年センターの屋上。え、こんな町、おお。一番近いです。やばいね。あの競技場の席とかよりも近いです。おお、やば。野球場目の前なんで。そっかそっか、野球場であげるからか。なるほどなるほど、すげえ、やば。特等席でした本当に。やばいね。みんなあの見回りする前に、おおってじゃあ行きましょうか。やばいね。これは良かったですね。今年花火上がるかな、前頭。芝生席で見れたらいいな。実は僕も今年は前頭行く予定なので。お、会う可能性が。楽しみっす。会う可能性がっつっても、あの人多いのにね。に、あ、沖縄で一番人が集まる祭りです、ね、確かに30万人でしたっけ、はい、2日間合わせて。うん、やばい。それを毎年行ってたっていうのがすごいけど僕は数えるほどしか行ったことないです。私も何十回行ってるかな。多分なんか小さい時から行ってた。うちの親が嫌いなんで小さい時1回しか行けなくて、うーん、人混みが嫌なんですよ、うちの親。あー、なるほど。で、社会人になってから職場なので、あ、出勤必ず割り当てられて。あ、なるほど、はい、裏で作業してました。うーん、はい、では間もなく曲が終わりますね。はい、キャンさんが言ってもらおうかな、私テーマいるからもじゃあ分かりました、僕が言いましょう、ね、お願いします。お送りしたのはダオこと米津玄師で打ち上げ花火でした。ありがとうございます。失礼いたしまして、キャスの方で、沖縄大好きさんも来ております。こんばんは。こんばんは。メッセージ送りましたが、誤字や、ラジオネームの書き忘れがあったので懸命に3度目と書いて送り直しましたと来ております。あ、見ました。私一瞬見たとき、え、3回も同じの来てるけどで、ちょっとどうしようみたいな感じで一瞬で、うん、一瞬迷いましたけど。ヤンポーさんも来ております。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。早速ですが今週のテーマに行きたいと思います。お願いいたします。今週のテーマは花火です。というのも、収録の時点では明日、はい、オンエア上では昨日になりますね、はい、海洋博の花火大会があるので。おー、懐かしいですね。
それでちょっと今週は花火をテーマにしました。海洋博の花火大会一回も見に行ったことがない。私沖縄市に住んでる時も 4,5 回ぐらい行きましたね。あ、いいな、いいですね。一人で行った時もあれば、親と行った時もあれば、友達と行った時もあれば。大学4年の時なんて、あ、4年というか大学4年間の間で、はい、名護に住んでたので、はい、自転車で行くっていう手段があったにもかかわらず、そっかそっか、毎年大会とかちゃって行けなかったんですよね。あ、痛い痛い、それは痛い。そう、大会から帰りに名護に着いた時にはもう上がってるみたいな。なるほど、はい。ヤンポーさんが放送できる内容と来ておりますが、早速ちょっとヤンポーさんのを一応ギリギリなのかなって思うので、一応抜粋しながら行こうかな。テーマ、花火、ヤンポーさんから来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーキャンチー、こんばんは。こんばんは。花火、俺の得意分野ですけど、ロケット花火を売店の中に打ち込んだことがあるね。ちょっとそれはもうやばいじゃん。それ自体やばいじゃん。すぐ売店のおばさんが出てくるよ。そしてロケット花火は売らなくなるからね。そりゃ当たり前ですって。で、ちょっと抜粋すると、今度は爆竹を買えばいいけどねって来ておりますが、爆竹も相当音鳴るし、売店に投げ込もうなんぞしたらとんでもないことになりますよ。それはもちろん爆竹も売ってもらえなくなったさーっと来ております。当たり前だっつの。以上、花火報告でした。で、何個か来てるんですけど、一応なんとか放送できるのはこんなもんかなと思って、ちょっと今一瞬で抜粋したんですけど、はい、私花火って言ったらなんか爆竹で思い出したんですけど、なんか昔丸いなんか形してた投げつけるやつがあったんですね、はい、爆竹みたいな音がするの、ね、はい、あれを公園の壁に友達っていうか近所の後輩とか友達とかを買ってきたやつ持ってきて公園に、はい、それを公園の壁に思いっきり投げつけて音を鳴らすっていう遊びはしてました。いや、懐かしいですね。今そういうのないですよね。まあ、手持ち花火か打ち上げ花火か。まあ、そうですね。爆竹みたいなのもなくなりましたね。なくなりましたね、気づいたら。同じような使い方ができるので、はいはいはい、100円ライターの捨てられてるやつを集めて、それを投げつけて、パンパン。おお、それもですか。はい、でも危ないんで、皆さんぜひ真似しないでください。やらないでくださいね。危ないですよ。できますからね。危ないですよ。良い子は真似しちゃダメですよ。ダメダメ。はい、では次のメールに行きたいと思います。お願いします。サッチーさん、陸海空さんと来ておりますが、多分陸海空さんはキャスで見てるかな。キャンチー、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。テーマ花火。3年前ですが、横浜中華街へ行った時のことです。旧正月の時期ということもあり、とても賑やかでした。その旧正月を祝うために爆竹をいっぱい鳴らしてましたね。その鳴らし方ですが、細い穴を開けた鉄の箱に入れたので、ゴミが飛び散らないようにしてましたね、うん、皆様は爆竹を鳴らして遊んだことございますかと来ております。さっき言いましたね、私、はい、ちょっと先にネタバレしちゃいましたね。ネタバレしちゃった、はい、やっちゃった。遊んでましたね。遊んでましたね、私も。まあ、いろんな遊び方は確かにありますけどね、花火は。これ、ホースウィッティングかな？何でしょうかね。うちのおじいちゃんが昔遊んでたのは、爆竹、この、投げる方の爆竹じゃなくて、筒に入ってる方の、はい、ダイナマイトみたいな形で、ちっちゃい爆竹あるじゃないですか。はいはいはい。あんなのをセミにぶっ刺して、火つけて飛ばして遊んでたとかっていうのを、
昔はそれ、そういうのをやってたっていうのを聞きました。え、そういうのしちゃダメですよ。ダメですよ。儚い命なんですからね。儚い命で1週間しかないですよ。1週間しかないですからね。そういうのやっちゃダメですよ。ダメですよ、本当に。はい、はい、次のメールに行きたいと思います。サッチーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。味噌煮込みスキーです。ありがとうございます。ありがとうございます。花火。花火は好きですが、花火を見るには気力が必要ですよね。確かに言えてる。20代の頃、20代の頃、名古屋の、港の祭りの花火を見に行った時は大変でした。帰りの地下鉄は大混雑、酸欠になるかと思いました。この数年後、自分が行かなかった時ですが、将棋倒しで怪我人が出たそうです。それ以来花火は遠くで眺めるのが一番と思いました、うん、と来ております。なんかありましたね、そういえば名古屋の方で花火大会の時に将棋倒しになったっていうのがありましたね、はい、まあ皆さんも明日、まあ、どう言えばいいのかな、オンエア上では昨日になるから、まあ、気をつけて、うん、人がいっぱい集まるところはやっぱりリスク高くなりますからね。高くなりますかね、どうしても。やっぱり去年はあの悲しいことに韓国のイテウォンでも事故ありましたからね。ありましたね。コントロールできなくなるみたいなので、ああそうですね。それぐらいちょっと密集してるなっていうところには近づかないようにやっぱりお願いいたします。それかバスツアーとかあるのであれば、はい、それを使っていくなりとか、はい、交通渋滞もありますし。はい、そういうのもちょっと考えつつ、皆様行動をお願いしますっていう感じですね。そうですね。はい、では次のメールに行きたいと思います。お願いいたします。気まぐれネーム様と来ております。はい、今夜も元気にこんばんは。みんなの沖縄 T シャツパパヤーです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ花火、祭りで見る打ち上げ花火がいいですが、静かに線香花火を眺めるのもいいですよね。いつだったか、温泉に行った時にお土産コーナーで高級線香花火が置いてあったんですよ、うん、5本で3000円でした。高っ。線香花火の職人が一本一本手作りで仕上げている一品なんだそうです。すごいですね。1本あたり相当長くですね。普通の線香花火と何が違うだろうと思って買っちゃいましたよ。家に帰ってワクワクしながら線香花火に火をつけるとさすが3000円、火花の大きさも大きくパチパチしている時間も長かったです。ギリギリまで、落ちずに長く楽しめましたね。さすが高級線香花火。まあもう買うことはできないと思うけどと来ております。欲しい。すごいですね。1本あたりいくらになるの。3000円、5本で3000円だと600円。600円でしょ。高っ。高い。でも欲しいですね。でもやってみたいっていうのはあるかもしれない。ぜひ可愛い女の子か子供にも出して写真撮りたいです、ね、ああ映えるかも。線香花火僕も大好きで、はいはい、カメラやってるんで、あーそっかそっか、写真で捉えてみたいですよね。絶対映えるじゃないですか。映えますね。はい、では、次のメールに行きたいと思います。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。花火、茶壇方面で不定期にホテルが花火を打ち上げるようで、7月8日のFM ギノワの浴衣の、集いでも途中で茶壇方面で花火が上がりましたね。その時はみんなお酒や話そっちのけで花火見ましたねと来ております。確かに上がってましたね。上がってましたね。いやー良かったですね。たまたまタイミングが良かったのかなと思いましたけど私。あ、確か、うん、不定期っていうより毎週土曜日にも上げてるんじゃなかったかな。なんかそんな感じしますよね。ですよね。はいはい、では、次のメールに行きたいと思います。お願いいたします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ花火。今年久しぶりに開催されるあされた那覇ハーリーで行われた花火大会、あの時間が僕にとって素敵な時間でした。他にも宜野湾市で行われる羽衣祭りの花火もありますよね。大きな花火ほど迫力があっていいですよねと来ております。あ、そっか、いつでしたっけ羽衣祭りって。キャンさん、羽衣祭りは9月の30日です。30日土曜日ですね。ああ、9月末、はい、なるほど。ツイキャスの方で陸海空さん来ております。ビーパーでやる昼間の花火も面白く、あ、は面白くない。そりゃそうだそりゃそうだ、あんまり光らんっていうか光り具合が微妙ですからね。進撃のめっちゃんさんも来ております。特番やりますよねと来ておりますよ。羽衣祭りですかと思いますよ。はい、やりますよ。なんかさっき打ち合わせしましたね、はい、見てましたっていうか、はい、半分聞いてたような感じでしたけど、30日開けとけよって言われたばっかりですよ。私さっきこの花火のエピソードとして言えば、最近になるのかな、最近になるんだろうね。何だったかな、琉球開園祭だったと思うんだけど、旦那と一緒に去年だったのかな、去年開園祭を見に行ったんですけど、なんかそのすごい人で、で途中お互いはぐれてしまって、はぐれてしまってっていうか場所は取ってたんですけど、旦那はビール買ってこい、はい、で花火の打ち上げ時間近いで、どこいるのって LINE しても電波状況が悪くつながらず、うん、結局お互い別々の場所で見てたっていうのがありましたね、去年の琉球開園祭で。キャンさんは何かありますか。花火ですか。花火。僕はですね、今ちょうど欲しいものが花火マシンなんですよ。何ですかそれ。スパークラーっていう熱くない火花を出す花火マシンが今欲しくてですね。ほう、そんなのがあるんですね今。はい、ステージ用。これをラジオの最中にやったら面白いんじゃないかなと思ってるんですけど。はいはい。まあ通報されそうなので。はい。FM が疑問が火事になった。おお、やば。ちょっと使いどころを考えながら。ですね。まあ手に入れたいなって今思ってる今日この頃です。はい。ツイキャスの方で進撃のめいちゃんさんが、花火一番行きたかったのは、海洋博の花火大会だけど、今相手の女性次第で安室ちゃんの花火大会に行く、見に行く予定ですと来ております。いいな、私も今年の開園祭もちょっとなんか天気も微妙で、まあ、見た場所も場所だったのでなんか微妙だから海洋博行きたいなと思ったんですけどね、うん、まあ安室ちゃんもどこで見ようかなという今のがあるんですけど、悩みどころな場所にもよりますよね。ギノワンシティの駐車場とか。あギノワンシティ、なるほど。でもここの駐車場って見れます、逆に。ここは微妙に見えなかったと思います。見えないんだ。はい、見えるかなと思ってちょっと期待したのに。開園祭も微妙でした。微妙だったんだ。スタジオからギリギリ見えるかな。ああ、距離がか。方向が向こう側にある。あ、なるほど。あ、そっかそっか。そうなんだ。大変。屋上からだったら見えそうですね。屋上だったら見れると思います、多分。あ、でも屋上のこっち側にちょっとまだちょっと建物があるんで、もしかしたら被るかもしれないですね。ですね。ではそろそろ来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは夏休みです。というのも、そろそろ小中高の学生の皆さんは夏休みに入ると思われる時期なので、
そういうエピソードをどんどんお待ちしております。はい、先週の放送で予告してた僕のエピソードも話したいと思いますなんかちょっと半分ふてくされてるような感じだったけど、今ふてくされてるわけじゃないですけどまあ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 頑張りましたよとなるほど、はい、私は夏休みいろいろまあありましたからね、その話をやっていこうかなと思いますよ。2週撮りなので、はい、まだ時間がありますので、送ってない方はぜひともメールなり、ツイキャスなりでまた参加してください。お願いします。あと30秒です。はい。では、また来週でいきましょうかね。はい。ではまた来週。お相手はサッチーと、ミキさんのキャンでした。バイバーイ。またねー。なんか今日2週撮りの終わりに結構メールが来てて、お沖縄大好きさんのがちょっとどれ3回2回やってるけどどれだろうな、一番最後の最後のメールでいいかな。ラウンドラウンドならバッチリ見える。ああ、それは言えてる。ラウンドワンは、うん、バッチリ。じゃあ一回切ってまた再開します。はい。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。